さあいよいよ決勝戦がスタートするようです。始まりますね、うん、三宅さんはすぐキープを決めました、うん、森沼ミキシンカスリミカイチマキスケービーまで見えましたね、うん、あ序盤の動きはかなり安定してそうです、うん、対するデザニー選手ですが、スレベル検査官とあついに、うん、おそらく1マナのカード、白い1マナのカードが多かったんですが、土地が無色しかなかったような状態ですかね。11、15、あでも不運ですね。じゃあ白マナソース19枚入ってますね。結構やっぱり入ってるんですね、うん、土地のうち、まあ、ほとんど白マナ出るカードなんで、うんまあ、ちょっと残念かなって感じです。なるほど。さあここまで準々決勝準決勝と軽快にノーマリガンで進めてきたジェレミー選手でしたが、ここでマリガンと後手なので、まあ、1枚分ぐらいになれば、まあ、なんとか、ね、平地が1枚、うん、1枚でかかり屋、うん、あもっさりですね。もうまさに BG にいい感じにやられるということですね。なるほどなるほどさあこれはどうしますかね。ちょっとね手段、うん、これはマリガンですね。しし、うん、多分今のキープしてると、はい、まあそこそこ展開した結果負けたと思います、うんうんうん。はい、決勝戦も、これまでと同じく日本選手となります。結構その BG 紅葉ってもう本当に先手後手がかなり重要なけど、うん、特にその屑鉄状のたかりが入っている時にはもう先手後手でかなり違いがあって、例えば先手側でその残忍な剥ぎ取りをプレイして、うん、で後手側が屑鉄のたかり屋だともうそれだけでもうゲーム決するくらいの勢いがあるんですけど、うんうん、逆だともう途端に厳しくなるんですよね、うんうんうん。どっちが構成に回るかっていうのはすごい重要な要素です。さあここでダブルマリガン後がノーランド、まあ取り回りせざるを得ないかな、さすがに。あーでもキランと作り手か、まあ取り回りよりは勝算があると踏んでトップの白罠に期待するのはまあなしじゃないですね。これはかなりキープするかどうか注目したいですね。僕はキープしますね。これはする。なるほど。まあ、結構その期待を用いてしました、ね、そう期待を用いてる関係上そのカードのつながりが重要なんで、うんまあ、あんまり手札が少なくしすぎると、まあ、作り手せっかく出せても1-1とかしょうがない状態になっちゃったりするんで、まあ、だったらもうリスク取って。なるほど。おドローはできたんですがこれが買い物残骸。あかんあかん、 あかん思わず声を出してしまう。あかんしかもここでね、その無情な巻きつけ指がプレイされるんですよ、うん、これそのまま置きましたか、トップから結構だ土地の出し方で結構プレイに結構影響出るんですよね。そうですね。さあここでも土地を引けずとなると残りの手札はバリスタが、バリスタまでいかないか、うんただ機械巨人機械巨人っていうすごいハンドが見えてますね。さあここでリリアナでこれも作り手もプレイできなかったのでキランをとりあえず置いて短視力、うん、なんとか2枚目の土地をしたが、あーなるほどね。歪曲もあるか、あどうでしょうね。歪曲しゃーでもしてもリリアナ回収されて出されるだけなんで、うん、もうここはキランですね、うんうんうん、でプッシュ。ドローの調子はすこぶるいいですね。でこれで5枚目の土地を持ってきて、うん、機械巨人が確定。なるほど。5ターン目6ターン目機械巨人連打、仮に倒せてもリリアナに拾われても悪夢がなるほどちょっとこの部分に対してあのデザイン選手の程度に現状回答がないので、うんまあ、ちょっと高速で終わってしまいそうな気がしますね。フォアスライ向きに手段に致命的な表情を引いてしまったので、うんまあ、仮にキラーの信号が動いても落とされちゃう。なるほど。まあちょっとダブルマリガンノーランドキープ、まあ、仕方ないですね、うん、
とりあえずアタックを、ここで機械巨人、いやこれまず殴るべきですね、うん、100% 味くられるからなるほど、ね、何も出されないわけがないからさあここにマジゲない曲、あしかも 3-1 って思わせ方か、うん、ちょっと油断しましたねなるほどさあここで塩間の確保、3枚目の土地です。ステイスナーとかあったらワンちゃんまくりそうだけどな、うん、ないかさあ作り変えるものでカリリアンアタックしていく、この好きですねじゃあ死に子を呪いなくして、うんまあ、機械巨人連打がイージーではありますが、というより巻きつけ火を引いたことでちょっと悩んでますね、うん、あでもこれ本当に乗れないじゃん、なんか僕ならリリアナで巻きつけ火拾って2体出しそうですけどね、というよりプッシュ構えてキラン殴ってきたら落としてみたいな、で次のターン機械巨人出して祭り、うんうんうん、祭りさあ4枚目の土地を引いてここでデザイン選手検討ですね、結構ノーランドから伸びてきましたね、それはノーランドでしたからねまだわからないか、うん、まだわからない、一応置いてもっさりした手だったんで順当に、うん、あのデザインがキープできてたらワンちゃんあったかもしれないです、うんうん、ただ、まあ、よりによって今の場面であんまり強くないギデオンがかさばってしまってますね、ギデオンが2枚に模範的な作り手とスレイベンの検査官ですね、出すしかないっすね、うん、これしかカードないんで、さあギデオンそしてエンブレム、エンブレムですね、うん、なるほど、これでキャンシャが乗れるようになったと、うん、あ、乗れんでと、乗れない、じゃあもう積んでいますね、うん、まあ多分乗れても積んでるんですよ、うんうんうん、機械巨人でえ、除去ったらワンちゃんさあ、これはお、ハーベスターですが霊気の収集艇なんですがこれが特に何もしない状態ですね、機械巨人2号で、うん、ゲームセットさあ、まず決勝戦1本目は三宅恭平選手が勝利しました。ここから両者サイドボードに入ります。やっぱそういうカードちょっと邪魔になっちゃいますからね、うん、さあだがっていうのはなんか見えた気がしたが、おそらく歩行バリスタを抜いていたので入っている可能性はちょっと高いのではないか、はい、というところですね。デザイン選手側が歩行バリスタを抜いた、うん、そうですね、うん、あデザイン選手の方歩行バリスタ入ってるんですね、むしろそうですね、4枚1回もプレイしないですねまあ優先してサイドアウトされるのかもしれないですね、うん、さあここで1マナ2マナとさあ警戒にビートダウン、うん、三宅選手の手札に闇の掌握が2枚あるんですけ ど, なるほど、まあ、ちょうど闇の掌握に耐性があるクリーチャーしか出てこないですね、うん、しかも次の展開もおそらくレッキーの収集手ちょっと打ちづらいですよね、このそうですね、厄介基本、うん、多分まあ、屈折症のタカリアネも打たれてないですけど、うんうん、アタックでプレイ、うん、これはさすがにで収集手が出てきてクエーって、まあのけずる感じかな、しかしここでやはり霊剣収集で、まあ、さらに手札にはタカリアとアンタップインの4枚目の土地があって、うん、で場に手がかりがあってノリノリですね、ノリノリですかこれはかなり乗ってますね、お対する三宅選手ですが先ほどとは違ってちょっと動きづらそうなヘビ、ね、かヘビだとちょっと悩みますね、うん、確か手札に厳粛もあったと思うんですよね、うんうんうん、3点ここはタック厳粛張りそうですね、これは、うん、ヘビが出てきた以上はやっぱその後のクリーチャーに価値を与えないために、うん、厳粛っとさあここで先ほどサイドインした厳粛をキャスト、
さあこれを見てやっぱりねその、まあ、あらかじめそのデッキに対するそのサイドプランを決める時も、まあ、こういうカードはねこの見落としがちなんですよ、うん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 、難しいちょっとこれ察知するのはブンブンですね。さあどうするか、うん、ただ手札に機械巨人引いたんですが、うん、まあバニラって、うん、マナー44マナー44トランプル、さあライフも遠い、飛行クリーチャーは止まらないと、ここでリリアナ、これで一応見かけ上は乗れなくなったんですが、うん、手札にたかり屋があるので攻撃は続行されます。作り手引いてきたんですけど、ただ出すだけだとリリアナに溶かされちゃうので、うん、そうですね、美味しくないですね、うん、まあ、手がかりで引いてタカリアプレイっていう流れになるのかな。引かないかな。スレイベン引いたときは引いておいた方が良さそうだけど、さあここで手札には模範的な作り手があるんですが、出してしまうと先ほど原根さんのお話通りリリアナに除去されてしまう。そうですね、うん、リリアナ結構いいやり出してますね。やっぱりこのマッチアップはこいつで重要ですね、うん、出した、競争しましたね。もう紅葉マニアでもうリリアナとかすぐ使うんですけど、こういうのすごい嬉しいですけど、このもうただ落ちていくしかできなかったリリアナがカード1枚持っていけるとすごい嬉しいですけどね。なるほど。なんか縁かみたいな感じでこの 手をかけてますね。あ、なるほど、タカリアを戻せるようにしたと。あー、なるほど、コメントが、はい、いやーでも微妙な気もする。まあでもそうか、タカリアに価値があるのもそんなに長くないからな。ここでタカリア戻すと。確かにこれはファインプレーか、うん、いい場面になりました、うん、構えられたのでちょっと難しいですが、まあ、ただやっぱりこの状況でやれることはせいぜい闇の主役のプレーくらいだと思うので、まあ、リリアナにどれぐらい殴るのかみたいな、うんうんうん、まあ、収集艇だけリリアナに殴って闇の主役打たれても、うん、まあ、関係ないよってしつつ、うん、まあ、生き残るけど闇の主役01だよみたいな知って、うんうんうん、タカリアは本体みたいな感じがいいかなって気がしますけど、あ、無視無視、あ、さすがに、うん、びっくりした。収集艇のみリリアナのアタックに向かせた形ですね。これがまあ一番いいと思います、うん、お、顕在的防御、おー、うんうんうん、ブロッカーを残しつつと、とここでリリアナが退場。難しいな。墓地にインスタントプレインズウォーカーソーサリーか。そう、ここでキランの信号を追加、うん、エネルギーは乗らないです、うん、お互いですよね、あ、原宿って。そうですね、だから影響点にも乗らないと、うん、ちょっとどっかのタイミングでね墓地を掃除しておきたいです、うん、今3種類あるので、まあ、いつ攻撃してもおかしくないので、うん、あの場にある死肉あさりの地で墓地掃除をしたい、まあ、できればタカリアが墓地にいないタイミングでやりたいので、うんうんうん、まあ、適度になんか1体ぐらい墓地クリちゃん破壊してほしいなってスレベの検査か、うん、さあこれで出した手がかりを速度のさあできれば
キラーのシーンを乗りたい、うん、なんか雰囲気スレイベン突っ込みそうですね。でザカリアを返してくる、うん、スレイベン行くか引かない。なるほど。なんかタカリア返した方が良さそうな気もしたけど、うん、で3点さらに3点ゲーム、うん、さあ5枚目の土地が、うん、あ今引きましたね。タップイン以上。機械巨人も、ね、出すことに成功すれば、そうですね、ブロッカーになりますからね。最後墓地を確認しています。いやここで追放はちょっとやめた方がいいと思うけど、うん、そうですね、ここで追放するとスタックでタカリアを倒されると思う。地獄です。 なぜか自分の方が被害が大きい。なるほど。さあデザイン選手停滞の罠引いてきたように見えましたね。そうですね、引きましたね、うん。ただヘビをどけるのかっていうと微妙なところですね。うん、そのままいった方がいい気がしますね。その後の脅威に備えた方がいいかと思います、うんうん、でまあタカリアと相打ちしながら紛争を達成して手札の致命的な一押しで収集手をやろうと。ただライフが6、かなり代償大きかったですね。さあここは収集手に致命的な一押し。機械巨人が溜まっていくが、ゴマの44トランプル、うん、さあ機械巨人出てきましたが、これにはカウンターは乗りません。厳粛が刺さってます、うん、でタカリアがタカリアをリリープして、死肉あさりの地やっちゃいそう。あー、スネアデがあるか。スネアがあって、なるほど、ここで5点、うん、あ、全体プライチ、全体プライチ、ここで投了と。いい土地でしたね。さあジェレミー デザイン選手取り返して、これでゲームカウントが1-1。この土地ね、めったにこれで決まったりしないですけど、たまーに、ね、うん、はい、本日の解説にはですね、モンケット環境名人であり、そしてハレリアプロ所属であります原根健太選手をお呼びして、解説を行っていただいております。はい、解説担当させていただいております。あ、もう始まりましたね。早い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 一瞬だった。はい、というわけで決勝戦スタート。さあ模範的な作りで、これはもうロケットスタートですね。そうですね、かなりいいスタートです。そして三宅選手はウルベンワールド横断から、まあ、気になるのはデザイン選手の手札に厳粛があるかどうか、勝つキラーの信号があるかどうか、うん、で、三宅選手が攻勢に移れるタイミングがいつなのかというところですね。今のところは作り手をプレイしたことによってデザイン選手の方がマウントを取っている状態です、うんうんうん、致命的な一押しがあるのでダメージは最小限に抑えられそうです。厳粛があるように見えます、うん、石の宣告かな、厳粛かな、厳粛っぽいですね、うん、さあロケットスタート、プッシュプッシュ、これを高めるプッシュですね。さあこの3ターン目クリーチャーが出せれば大きいが、うん、ホコバリサ、ホコバリサから出してきた。厳粛に見える、うん、起きますかねこれ。厳粛起きたいですけどね、うん、厳粛、厳粛かなあれ、多分悩んでるんで厳粛だと思うんですよね。手札にも作り変えるものがあるんですけど、うん、ああこれプッシュに引っかかっちゃいますね。2連プッシュついてますね。さあ2連プッシュ、さらに手札にははぎ取りまである、うん、が、あでもはぎ取りがいいね、はぎ取りがベストですね。そう、こう怒られると厳粛がちょっとあんまり強くないですよ。
一応今 場にいる歩行バリスタを発射することによってハギタリがいつでも攻撃できる状態になってますね。墓地がソーサリーインスタントで手場にアーティファクトクリーチャーがいる状態です、うん、宮城選手としては多分このままじらしていって手札にある新緑の機械巨人でバリスタにがっつり乗して勝利条件を満たしたいと。スリーベンの検査か、うん、そしてタカリアと展開していきますね。厳粛じゃなかったのかな、うん、ハギ取りの2枚目を引いてますね。ただ、うん、まあでも出してもいや場の死肉あさりの血がもうやっぱ白タンであるもうゆえんというかその強みをもうバリバリに出してきてますね、うん、なるほど、バリバリに出してきてますか。あの土地デザイン選手のデッキに3枚入ってるんですよね、うんうんうん、だから往診デッキとかにメインから耐性があるしこういう状況でも睨みが効かせる。なるほど。さあアタック、まあここはおそらく作り変えるものでブロックして、うん、2体か、2体でいくとまあ、2体で生き毒か、うん、まあ、除去持たれた時だけ、ただ失うのがスレイベンなんで、まあ、2体で生き毒な気がしますね、うん、フォースノアギアですね、最悪バリスタ使わせたい、うんうん、ブロックブロックこれでトランプルで1点ダメージが入りますね、うんうん、でうわアバシンまずいかめくれる闇の掌握うん合ってるか、うん、スタックが残忍なハギ取り、そのアバシンを見ることによってこの3枚は結構変わるんで、うん、残忍なハギ取りスタックの字も多分合ってるな、うんアバシンはまずい。アバシンね、メインサイドボード合わせてデザイン選手の時に1枚だけ入ってるんですけど、うん、なるほど、ここで非常に有効にプレイました、うん、さあ 4-4 のハギ取り、うん、ただあのハギ取りはいつでも 2-2 に戻されてしまう、なるほど、ただできればアバシンを出した後にしたいですね、うんうんうん、今結構ファインプレーでしたね、うん、あの残忍なハギ取りで1体目の残忍ハギ取りの効果でトップに、土地を仕込ん で、うん、でそれで、造反者 の、 あの解放でその土地をドローして4マナを確保しつつハギ取りプレイした、なるほど、まあ、結構ファインプレー、うんうん、いい感じの場面を形成しましたね。宮城選手おそらく手札が侵略の機械巨人が見えたのでそれかなと思うんですが、そうですね、うん、でかつそのアンタップインの土地がこのライブラリのトップにあれば一気に巻き返せますね。新緑の機械巨人は2枚というのがあったと思う、うんうんうん、丁寧なプレーでしたね。あの、うん、バリスタの1点をあの雑に本体に打たないで、うんうんうん、クリーチャーに打ち込んであのライブラリのトップを操作することでこの盤面を作り出してます、うん、なるほど。さあアンタップインの土地はあるのか、あったアンタップインここってことはじゃあ剥ぎ取りで見えてたんですね、うん、ラッキーでしたね。剥ぎ取りで3枚見た中にアンタップインの土地とタップインの土地が両方あったと、うん、3人の剥ぎ取りに3つ置いています。まあ殴り得ですね、うん、ここでアバシン、ただ3点抜けます。このライブラリー操作が強いが見えるカードはしょっぱい、うん、土地土地バリスタバリスタに見えます、ね、なるほど。ちょっとバリスタ2枚が不確定ですけど、うん、森は確定ですね。森が見える、うん、まあ、森はいらないので捨てて何かトランプルでもうちょっと入ってそうですけど、ね、気のせいかな。さこんなもんか。3点最初だったっけ。3点1点ですかね。1点3点かな。そうね、
さあアバシンの攻撃は通るんですが、うん、さあここ土地以外のスペルを引かないとちょっときつい、うん、あのハギ取り77なので、うんうん、結構ガッツリ入ってるはずなんですよね。キランは結構いいですね。飛行戦力はこの盤面ではまあまあ有効です、うん、ただ間に合うかですね。次機械巨人2号が出てくるので、うん、とりあえずアバシンで殴ってトップでしょう。16ちょっと遠いな。ライフ20は遠い、うん、最初のプッシュ2連打が効いてますね、うんうんうん、大砲陣に務められているので。手がかりで引くしかないか。ここで土地引いちゃうともうドツボだな、うん、っていうのは買い物の残骸の起動条件を見出せないんですよ、うん、あ土地だ。そこが平地まずいな。これもう起動できなくなっちゃったんで、うん、ゲームが決まるまでに。なんとなくキランだけにして死に壊されの地を起動してハギ取りのサイズを下げる方が優先だった気もしますね。ちょっと難しいですけど、ちょっとこのターン12点トランプルかつ巨人で加わって16点トランプルで殴られるから、うん、ちょっと持たないんじゃないかな。アバシンを変身させて、うん、4点と変身で3点入って、うん、タカリアはまあなでも行って通されるとキランに乗れなくなって、うん、難しいけどかなり厳しい。どっちにしろここでどうなるか、まあ、ワンチャンスをつかむためには行かざるを得なさそう、うん、これでブロックしてくれると。ただブロックしてもらうのが最低条件なのでちょっと悩みすぎちゃったかな、うん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 、ブロックじゃあ16でしょ13でしょ、うん、10のいや1点届かないな。これ12点まで見えてるんですけど、うんうんうん、さあここでマシンが変身で、これで墓地からタカリアが戻ってきて、うん、デキランに乗って場の砂漠を起動すると12点入るんですけど、うん、1点足りない。なるほど。1点足りない。どこかで削れてれば、うん、機械巨人さあ2号相手が12ならね、これもうんうんって見届けて、うん、16点食らいますって言って7、12、16、うん、いやお互い本当に1点の勝負ですね、うん、ここはちょっと攻防注目ですね。いや12点しかないな、どう見ても。さあちょっと皆さんハラハラドキドキしているところだと思いますが、ここでアタックこれは15点アタックですね、うん、よしよし。これでライフが取ると2になると。デザイン選手側の受けは何かあるかな。ちょっと探してるんですが見当たらないかな。なさそう。多分今考えてますね。ああ次元の歪曲か。確かに歪曲ありますね。次元の歪曲13点ジャストですね。なるほど。
資源の歪曲スペシャルが決まれば来るか、まあ、絶対残してはいるんで山の上に存在すれば確かに準々決勝でもこれが切り札の可能性があるという感じでしたね。ドラマティックあるかさあ叩きつけろ辻谷選手注目ですさあもうああ砂漠でしたね。足りないな、ちょっとどっちが続いて不運でしたね、うん、網走めくったまでよかったんですけど、そうですね、これで12点まで見えてるんですけどね、買い物残が起動できない、うん、うわせめて起動できればな、うん、ちょっと土地の泥が続いてしまったがゆえに、さあプラス1して負けた、はい負けたということでここで大選手が投了してグッドゲーム破滅の時環境明治戦優勝は三宅恭平選手でした。おめでとうございます。